ちらは今朝のお釜ですね。真っ白ですね。そうですね、しっかり雪降りましたね。はい、山の上ではですね、雨ではなくこのように雪だったみたいです、うん、はい、こちらこの時期としては強めの寒気流れ込んだためでして、日中も県内各地冷たい空気に覆われました、はい、今日の県内は雨が止んだ日中も気温があまり上がりませんでした。このようにですね、ニット帽にマフラーを着用している人の姿も見られました。今日の最高気温です。一番高くなった仙台市日川でも13度ちょうど、仙台 12.7 度など昨日より2度から6度くらい低く、11月下旬並みの寒さとなりました。寒気の影響ですね、土曜日ごろまで続く見込みで、平年並みか低い状態続きそうです。